刻は12時32分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減に旋回です。言い間違いのメールもまた届きまして、はい、はい、匿名希望の方です。恥ずかしいので匿名にしてくださいと、はい、ファーストフード店に行ってテイクアウトでお願いしますというところ、テイクオフでお願いしますと言って恥ずかしかったですと。はあ、飛行機やね。飛行機ですね。テイクオフ。でも私もこの番組で何回も同じこと言うけどさ、本当にまた7個カード失ったんですよ。セブンイレブンのポイントカードの、はい、そうなんですよ。それでまた新しく作って、でまああともうちょっと2週間ぐらい待てば、まあ残高9000いくらあったんだけど、それは止めていただいて、ああ良かったですね。なんか会員番号みたいなのあって、本当どういうわけだか、あんまり喋んないで、いつもそのために貯めてるのに、レジャージっていうのをちょっと変装してるせいもあって、ちょだましてください。ちょだま。情けない。はとかね。いやもうパチンコを利用する人は、なんだろうね、チャージイコールちょだまですからね。なんだろう、恥ずかしくて、で、わって気がつくのよ。それとか、なんか同じビニールの袋に入れてるんですよ。はい、その、なんかカード類。そうそう、カード、そういう7個カードも、で、パチンコのカードも。全然パチンコ屋さんでちょだましてる分で遊んだりするんですよ。で、それを入れて、なんでこれ暗証番号やってんのあかんのかな、セブンのカード入れてたり。本当そう、まあまあ、まあ、カード間違いは結構あると思いますよ。パチンコやらない方でも。なるほど、そうですね。テイクオフ、うん、テイクオフ、はい、船橋のつとむさんですね、はい、山手線の車内で、はい、次は高田の馬場と案内していました、はい、それを聞いていた6歳くらいの女の子がお母さんにね、はい、まあまあ人にさババって言っちゃダメなんだよねって言ってましたとなるほどね。まあ、いや家で教えてることをね。子供ってそういうとこになんか気がいっちゃうんだね。そうですね。無邪気で可愛いじゃないですか。いいですね、はい、これも言い間違いというか、はいはい、勘違いですね、うん、続いてですね、メモ機能について、はい、ペンギンの整備員さんです、はい、最近スマートフォンを変えたんです、はい、で、まあ、一応過去にメモ機能に自分がメモしているデータを見返してみましたら、うん、6年前の日付で、うん、愛しくて叫んだ言葉が届かないという恥ずかしいメモが残っていて、書いた自分も覚えていませんと。何、彼女か奥様に何か言ったんですかね。愛しくて叫んだ言葉が届かない。へえ、かっこいいじゃないですか。ポエムじゃないですか。まあかっこいいですけど、うん、書いた本人は何か急に見ると恥ずかしいんじゃないですか。思い出さないのがすごいですね、そんな言葉を。6年前なんですって。うん、何があったかも覚え出せないみたいですよ。へえ。反対にそんなメモ機能ってそんな前のまで残るんですか。残ります、残ります。へえ。それがいいとこですよね。あと例えば手帳とかだったら紛失しちゃうと、はいはいはい、もうあれですけど、うん、メモ機能は同じ携帯使ってる限りは、うん、基本的に何年前のものでも消さない限り自分で、うん、ああそうなの、はい、へえ。残ってますよ。もうちょっと私も勉強してできるように、ぜひ、うん、メモ機能のまず使い方をマスターしてですね。あと腰痛について、はい、埼玉県三郷市のシャンシャンさんです、うん、自分の仕事も腰痛になりがちな仕事ですと、はい、25キロ入りのセメントだとか、はあ、30キロある肥料などを、大変だ、一袋ずつ積み下ろししていますと、うん、で大型トラックなので、うん、これトータルで言うと400袋以上は毎回積み下ろししています。わうわー、すごいですね。こういうのでもそういう風にやってらっしゃる方は反対に足腰強くなるんじゃないの。そうでもない。いや強いとは思いますね、絶対。だけどさすがにそれこそ加山さんも鍛えていて腰をやったように、はいはいはい、よく思うんだけど、もう私なんかも腰一時期ひどい時はもう歩くのも大変でね、で一回座っちゃうと今度立つのが大変なんですよ。で立っちゃっても前屈して、もう本当にもうなんかひょこひょこ歩くみたいなね、はい、そうだったんだけど、そういう時でもご飯食べに行くとお寿司屋さんとかもそうだし、ずっと立ってるじゃない、はい、ああいう人たちってすごい足腰鍛えられてるんだなって思ったりするけど、はいはい、そういう30キロ40キロのこのキロの積み下ろししてる人たちってのはなんか、まあ、もう怖いけど、こう決まったらその時にうっと
さいよ。他の仕事の人よりは絶対体は丈夫だと思うんですけど、うん、何かの拍子にやっぱり。そうだよね。あ、いやいやいや、気をつけてください。腰こそ肝心要っていうからね、はい、もう本当に私手の腱鞘炎もそうだけど、 右手になるのと左手になるのと全然違うしね、はい、腱鞘炎になったらもうシャンプーできないし、腰痛い時は本当にこのお昼時ですけどトイレも大変でしたから、うん、座るのはいいけど用足したと拭けないとかね、要するに腱鞘炎で、ま、前も後ろもねじれないとか、お風呂の浴槽をまたぐのができなかったりとか、結構大変。腰は最初私はぎっくり腰からだんだんその椎間板ヘルニアになったんですけど、腰は本当にあの軽く見ないできちんと治された方がいいです ね、はい、ですね。もしあれだったらもうお兄ちゃん後でまた持ってきましたのね、圧迫骨折から腰の話になりましたけど、はい、腰痛を持ってる方はだからもうそのそうより思い出して、そうそう、なんか思い出しただけでうっきそう、気をつけてください、はいはい。思い出すといえば相模原市のミラクル太郎さんがですね、はい、あこさんの漬物の話を聞いているだけで思わず唾を飲み込みました。あ、本当に美味しそうですね。いやいや、もうらっきょう漬けとそのぬか床聞いてね、昔もやってたから結構ね、あのまま残しときゃよかったと思う。やっぱりこうなんか想像するとやっぱりこうなんとなくこう唾が出るというか、そう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 、梅干しもそうですけど、そうそうそう、はいはい。だけど外国の人には分かんないのよね。私よく言うんだけど、日本人って梅干し見ると唾が出るじゃん。外人レモン見るとその唾出たり想像するんだけど、梅干し見たってなんともないからね。知らないからですね。そうそうそう。ミラクル太郎さん、お昼ご飯がまだなので、うん、美味しい漬物でご飯食べたいなぁ、ね、うん。個人的には秋田のいぶりがっこが一番好きですと。ですね、いぶりがっこ今なんかブームだよね。そうですね。なんか居酒屋なんかでもチーズ挟んだりしたね。そうですね。普通ね、あんなたくあんにそのスモークしたたくあんにチーズ挟むっていう文化なかったでしょ、日本に。そうですね。初めて食べた時ちょっと感動しましたね。大阪弁で高校って言うんだけど、たくあんのことね、高校なんか知らんけどお高校って言うんだけど、真っ黄色のやつね、はいはい、もう着色料っていうか真っ黄色、あれはお漬物の中でも一番安いっていうかね、いつでも一年中いつでもあんのが高校、はあ、たくあんだったの、はいはい。今やいぶりがっこって結構 ね、 ありますよね、一品としてあるもん ね、メニューにありますし、いぶりがっこ、あとなんかチーズがっことかいう名前で、そう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 、はい、おいしいおいしい、歯ごたえがいいですもんね。私ね、歯が悪いのにね、歯ごたえのあんの好きなんですよ、これはちょっと飲食店の話なんですけど、はい、埼玉市のカレンさんがですね、はい、京都でオープンしたばっかりの和食店が、うん、その開店の当日、うん、予約客から悪質なドタキャンを食らった話はあこさんご存知ですかと。知らないです。男性から電話があり、うん、夜7時に1人7000円のコース、うん、10人分の予約が入ったんです、はい、急遽無断でキャンセルされたそうで、うん、電話をかけたらその電話は使われていなかったとのこと、うわ、最近の話ですか？これ最近みたいですね。そういうのよくあって、それでお店の人が困っちゃってね、それは東京だと思うけど、はい、それこそあのネットかなんかで安くしますからって言ってもう作っちゃったもんだから、はいはい、それで大にぎわいになって、それからそれをきっかけにお客様がまた行くようになったってのはあるんだけど、何のためにそういうことするの？でも今確認の電話でもかけ直さないんだ。必ず電話番号聞かれるでしょ。そうですね。そういうことの予防のために、あの例えば随分前に予約してる場合は、はい、確認で前日にもう一回電話しますねとかありますけど、うん、まあオープン当日だったんでそういうシステムがなかったんですかね。お店の人一生心に残っちゃうよね。そうですね。で、まあ、用意した食材の半分は他のお客さんに提供したんだそうですが、うん、まあ、残りの半分は廃棄したそうですと。わー。で、予約客が連絡もなしに現れない現象は、うん、脳症と言われて最近問題になっていて、うん、その経済損失は飲食業界全体で2000億円を超えるとも言われてるそうですと。いや、だからこれは、まあ、泥棒と一緒ですよね。ダメですよね。法律には、背いてないかもわかんない、人としてのルール違反だよね。嫌がらせじゃんそれ。どんだけの労力でご飯ってね。もう私なんかもたまにもううちの旦那飯で釣ってるっていうぐらいだからさ、はい、ご飯作るときにやっぱり
しても今日ちょっと薄めにした方がいいかなとかね思って作るから、料理人さんなんかも今やもうなんか映えとかさ、そんなある中で必死で作ってらっしゃると思うのよ。ましてオープンだとさ、どなたがお見えになるか分かんないのに、その人に満足してもらおうと思って作られるわけでしょ。スタートの日ですからね。ワクワクしながら待ってたと思いますよ、きっと。こういうのはなんとかできないんですかね。なんか飲食業界全体でこれはちゃんと、まあやっぱり取り締まろうという流れはあるみたいですよ。もうそうした方がいいですよ、はい、なんか嫌な世の中になってきたね。でなんかすればネットとかすぐ SNS で炎上したりとか、はいはい、みんなでなんか人を裁くくせに、そうですね、なんかそういう人たちにはダメだね。そういう人たちでもさっきあこさんおっしゃったように、そういう事例を SNS 使ってまたみんながこうフォローし合ったということも、うん、まあ飲食店であったわけですから ね、うん、使い方だと思いますけどね。そうもう片や難しいね、予約しないと入れない店とかもあるし、ありますね。どうすりゃいいんだ。文明がなんか文化がもうこうどんどん進化していくのに人の心は退化していくね、うん、そう感じますね。残念だね、はい、でもめげずに頑張っていただきたい ね、うん、はい、ね、埼玉市のカレンさんからのメールでした、はい、今日もたくさんのメールファックス ありがとうございました。さあそれではここで、日本放送からの番組のお知らせなんですが、はい、来週10日月曜から13日木曜日まで夜10時から4夜連続で吉田拓郎ラジオでないとディレクターズカット総集編スペシャルをお送りします、はい、吉田拓郎さんが、まあ、ラジオでないとという番組パーソナリティ務められてですね、うん、100回にわたる放送の中から名場面をピックアップして4夜連続でお送りしますんで、来週月曜日の夜10時からどうぞ4夜連続お聴きください。そんな吉田拓郎さんの曲をアッコさんがカバーしているバージョンでお送りしましょう、はい、今日までそして明日から。